ヨハン・ゲオルク・コール、ヨハン・ゲオルク・コールは、ドイツの旅行作家、歴史家、地理学者。ベスト・ファーレン王国のブレーメンで、ワイン商人の息子として生まれ、ブレーメンのギムナジウムに学び、ゲッティンゲン大学、ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学で法学を学んだ。1830年に、父親が死去すると、学業から離れ、6年間クールラントで、家庭教師として働いた。 その後、サンクトペテルブルクをはじめ、ロシア各地を旅行した。1838年、ドイツへ戻って、ドレスデンに今日定め、そこからヨーロッパ各地への旅行を重ね、その経験を気候文として発表し続けた。コールの学問的業績の代表作、交通及び呪落と地形は、近代的な交通地理学や都市地理学の礎となった先駆的文献と考えられている。 コールは、モスクワを例にとり、地表面上の都市の成長が、最終的に、高層ビル群と地下の商業施設の発達へと至る、数理的モデルを示した。同様に、理論地理学の礎の一つとなったのは、大ジオグラフィ社、レイジデア・ハウチタテ・ユーロッパスであった。1854年から1858年に、かけて、コールは、アメリカ合衆国を旅行した。 コールは合衆国政府のために貴重な地図を複数作成し、合衆国沿岸測地測量局の求めに応じて、2件の報告書、ヒストリー・オブ・ザ・ディスカバリー・オブ・ザ・ e US c コーストと、ヒストリーインベスティゲーション・オブ・ザ・ガルフ・ストリームを作成した。ワシントン DC やハーバード大学に滞在している間、コールは、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、ラルフ・ワルド・エマーソン、 ワシントン・アービングら数多くの作家や、ジョージ・バンクロフト、チャールズ・ベネット・ディーン、ルイア・ガシーラ学者たちと信仰を持った。コールの著書、ライズン・イン、カナダ・ウント・ディー・ヒダイ・シュター・タン・本ニューヨーク・インド、ペンシルベニアンは、今も、ペンシルベニア・ダッチの歴史的研究において、参照されている。ヨーロッパへ戻った後、コールは、ブレーメンに定住し、1863年には、 当地の図書館秘書に認じられた。ありがとうございます。